それでは続いて3人目ですね、ご紹介してまいりたいと思います。日本で唯一でございます、東京ダンスディライト、そして大阪ダンスディライト、この2つを制したこの方の登場でございます。東京拠点に、東京そして山梨山形にて自身のスタジオを展開、踊りだけでなく音楽制作 DJ そしてイベントプロデュースなどなど多岐にわたる活動を行って、ストリートシーンをグイグイ上げております。ストリートの全てを愛する黄金騎士といえばこの男、いやいや黄金騎士なのかな。さあそれでは横にある画廊剣を押し込み前に進め、セブンダウンエイトアップアイン東京ビッサー新人。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。